はい、今日インベーダー、シンプルイズベストですけど、インベーダー難しいんだよな。今日は名古屋打ちをやろうと思います。名古屋打ち、名古屋打ちってなんで名古屋打ちなんだろうね。ちょっとよくわかんない。名古屋は打たないはずなんですけど、名古屋打たない、名古屋打たないじゃダセから、名古屋打ち、名古屋打ちっていうとなんか、いや名古屋は打たないよってこう一人で問答が続いてしまうんですが、いや名古屋打ちですよ。でも名古屋打たないじゃない、名古屋はまあ打たないんだけど名古屋打ちでおかしくない時代がまた来てほしいな。こうやってね、名古屋打ち、まあ上手い人はなんかね、もっと上手くできるのかもしれないですけど、僕が子供の頃やってたのはこのやり方ですね。全部は倒せないんですよ、どの道。ああ、死んだ。難しい。全部長親打ちで倒す人は、まあ、いたはいたんでしょうけどね、僕には無理なんで、ある程度倒しときますよ。下手なんだよなぁ。これくらいでいいかな。これくらいでいいかな。こうやって敵がねどんどん来ちゃうんだけど、一番下まで来るとね、もう一段下があるんだけどね、これがね弾当たんない、ほら弾当たんないけど、こう倒る、やばいやばい、あーやばい、下手くそもう一回やるね、ジャンプ。はい、そろそろですかね。名古屋打ちタイミングが近づいてきてます。一番下の赤いエイリアンが一番下の段まで来ると、名古屋打ちって技ができるね。まあ、ご存知だと思うんですけど、ね、インベーダー世代の。今だったら、何歳ぐらい ?55 とか60とか70ぐらいの方ですかね。一番下のね、段まで来ると、いきますよ。弾が当たんなくなるんですよ、自分に。これ。ほら、弾が当たんないの。これを利用して、こういう感じ。これが名古屋打ち。だから無敵は無敵なんだけどね。ただ、その上のエイリアンが弾打ってくると、それには当たっちゃうんでね。一番下のを倒した瞬間に上のが打ってくると、ちょっと自分はやられちゃうんですけど。ほら、これ当たんない。ね、いきますよ。えい、えい、えい、えい。こういうこと。こういうことです。これが名古屋打ちで。まあ、うまければこれが一番固くクリアできるんですかね。面白いっちゃ面白いし。いきますよ、また。えい、えい、えい。えい。よし、あと2段。あと2段。うい、えい、えい、えい。よし、最後だけちょっとね、違うの。こいつ倒したくないと。はい、はい、はい、はい。失敗。かわいいでしょ。最後失敗で終わりにしていい。最後ね、あれで、最後の一匹すげえ早いから、うまく倒せないと終わり。もろ刃の剣。今は最後の一匹早くなりすぎて、間に合わなかった。最後の一匹はあなたが倒してください。いいかな、それで。なんかかっこよく締めたつもり。はい。今日はインベーダーでした。懐かしいな、本当に。それではまた。